皆さんこんにちは。6月なのでカエルの歌弾いてみましょう。ルルオンライン子ども音楽教室のマスコットルルちゃんも応援してますよ。それでは鍵盤へレッツゴー。カエルの歌はこんな曲ですよ。聞いてみましょう。それでは弾いてみましょう。一本指で先生と同じところを弾いてみてね。まず2つの黒いところ、そこからドを探しましょう。同じところあったかな。この音からスタートしますよ。ここまで行ったら、今度は左側に下がります。そしてピョーンとカエルさんのように一個飛んで、ミから始めますよ。また上に上がりましょう。ここまで来たら、また左側に下がります。カエルさんの鳴き声は一番最初に弾いたドで鳴きましょう。そしてまたここから上に上がります。下がりましょう。鍵盤では右に行くときに上がるって言います。左に行くときに下がるって言いますよ。さあ最初から通してみましょう。ゆっくり行きますね。今度は鳴き声のところ、自分の好きな鳴き声で鳴いてみてくださいね。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、どうぞ。雨が降ってお外に出れないときはカエルの歌何回も弾いてみて遊んでくださいね。また先生と一緒に遊びましょう。それでは